こちら大井競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った綺麗なスタート。さあ先行争い、サンライフ帝王前に行きそうです。橋の太夫、それに続いています。さらには菊のウィン、6番アメージングレイス、その後ろ。では前の方から見てみましょう。橋の太夫先手を取りました。ピンクの帽子サンライフ帝王、その後ろすぐ隣に菊のウィン、好位置をキープしています。明星オペラ、すぐ後ろに名将アムール。この辺りで各馬第1コーナーにかかります。では前の方から先手を取ったのは菊のウィン、並んで6番アメージングレイス、これに続くのがサンライフ帝王橋の太夫、それに続いています。並んで7番ハイランド宝石コンサートボーイ、この馬もこのグループ。その外からグラウンチャンス、明星オペラ、後ろからになりました。赤の帽子成田平行、その後ろすぐ隣に大輝シャーロック、その横にジョージ大成、瀬田のキング、この馬もこのグループ。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。前は菊のウィン、アメージングレイス、ほとんど差がありません。明星オペラいい位置です。先頭を捉えにかかります。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はアメージングレイス。さあいよいよ直線の攻防、菊のウィン先頭、差はほとんどない。2番手はアメージングレイス、あと 200m、 アメージングレイス伸びてきた。一気に捉えるか。明星オペラ、明星オペラ、アメージングレイス追いすがります。明星オペラ、明星オペラ1着、2着は微妙です。やはり中央の馬が強かった。勝ったのは明星オペラ。4コーナーカーブから直線コースに向きました。ここで先頭変わりました。先頭はエイシンバーリー、しかし後続の足色もなかなかいい。2番手はマサラッキ、先頭を捉えるか。マサラッキ先頭、エイシンバーリー、マサラッキ追いすがります。エイシンバーリー、エイシンバーリー1着、2着にはどうやらマサラッキ。まずは前哨戦を制しましたエイシンバーリー、ここは負けられません。本番の走りが今から期待できます。マイルから長距離まで各路線のエースが集結。府中の芝 2000m はスピードとスタミナどちらが欠けても勝てません。いよいよ天皇賞秋の発走です。さあ最後は大外枠の萩野リアルキング、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。好スタートを決めたのは東海太郎、ジェニュイン。この馬も好スタートを切りました。石のサンデー前に行きそうです。石のサンデー競りかけていきました。その隣にジェニュイン、菅野王子、そのうちに続いています。その外に東海太郎、好位置をキープしています。バブルガムフェロー、内からは堂島無敵、黒の帽子、ウィンドサウンド、その後ろすぐ後ろにエアグルーブ、キングオブダイヤ、そのうちに続いています。黄色の帽子 LA ウィン、その後ろすぐ隣にマイオジョンヌ、その横にマンドリ勝利、目白シリウス、すぐ後ろしんがりから萩野リアルキング。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。12番ウィンドフィールズ、一気に先頭に立ちました。 1000m を通過。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最高峰までおよそ8馬身、各馬一塊です。1番人気のバブルガムフェロー、中段につけています。さあ先頭はジェニュイン、スケールアーチ、ほとんど差がありません。ウィンドフィールズ3番手、バブルガムフェロー、いい位置です。先頭を捉えにかかります。ジェニュイン先頭、差はほとんどない。2番手は東海太郎、先頭を捉えるか。さあバブルガムフェロー、一気に来た。先頭はバブルガムフェロー、あと 200m。 先頭はバブルガムフェロー、バブルガムフェロー先頭。2番手は石のサンデー、バブルガムフェロー1着、バブルガムフェロー1着。2着にはどうやらエアグルーブ、これが世界の実力だ。バブルガムフェロー